はい、こんにちは、三島スカーです。今回はいろいろ撮りたいものがたまっていますが、手持ちの中で一番旬だと思われるオーディン2ベースにしました。箱は白になっていますが、ベースはクラウドファンディングでは黒しかありませんでした。メモリ 8GB の SSD が 128GB と最小スペックですが、正直 SD カードがあればストレージの容量は問題がないし、メモリも 8GB あれば Android スマホだったりゲームをするのには全く問題はないと思います。ただ一部の人はスイッチのゼルダなどを動かすときにメモリの容量がスイッチのエミュレーターに関係があるそうで、後ほどユズでスイッチのゲームを動かしてみます。それではケースを見ていきますが、質感はロキの時と全く同じで安っぽいナイロンのような生地です。ですが本体が簡単に取り出せるように紐がついていて、使い勝手自体は良さそうです。では次は本体を見ていきます。アナログスティックはオーディン1よりも本体から飛び出ていて使いやすくなっています。ストロークもオーディン1よりも広がっているようです。D パッドはオーディン1と全く同じで、これはありがたいです。個人的にはこのビータタイプのドームスイッチの十字キーはオーディンやレトルトでもお世話になっていて、非常に精度も良くて好きでした。このホームボタンやスタートセレクトボタンはタクトスイッチかマイクロスイッチでしょうか。作り自体はいいように感じます。ABXY ボタンはオーディンよりも少し大きくなり、ロキとも少し違います。ボタンサイズこそ小さめですが、押し感は A ライや XBOX に近いと思います。特に変な遊びもなく、しっかり作られているようです。次は本体上部を見ていきます。LR ボタンとトリガーは完全にロキと同じで、トリガーの深さも調整が効きやすそうに見えます。ちなみにどの位置から押してもしっかり反応はしそうです。少し気になるのが、この SD カードスロットは過去一硬くて開けるのに一苦労します。そして開けるたびにどんどん爪痕がつきそうで怖いです。出力用に HDMI、 排気口、ボリュームボタン、電源ボタンがあり、今回の電源ボタンはへこんでいて押し間違いはほぼないのではないでしょうか。本体背面は吸気口と M1、M2 ボタンがあり、このボタンが少し残念でした。M1 の方がクリック感も戻りも弱くヘナヘナなようで、M2 の方がクリック感は残っていてマシなのですが、そもそもこのしっかり大きいグリップに対して、この軽くて小さいボタンは誤入力が半端じゃないです。ただ握っているつもりでも勝手にボタンを押してしまいます。筐体が重くなる分、手の当たる面積を増やして体圧分散をしなければ重くて大変なのに、しっかり握ろうとすると誤入力が発生してしまうというのは設計ミスではないでしょうか。本体が薄かったオーディン1ではこんなことはありませんでした。ちなみに下にはイヤホンジャックと充電用のタイプ C 端子があります。どうでもいいですが、本体起動時のアニメーションがかっこよくなりました。では次はオーディンランチャーについて軽く説明していきます。初期設定時に通常のホーム画面かオーディンランチャーを使うか聞かれますが、普通にホーム画面からでもランチャーは起動できます。
ここのプラスを押すと現在インストールされているゲームやアプリが閲覧できるので、選択することでホーム画面にアプリを並べることができます。左右にスライドすることで開けるメニューがあり、それらは LR3 ボタンでも開けるようになります。右側のメニューは通信系や画面やストレージなどの Android としての普通の項目があります。左側のメニューはゲーミングパフォーマンス設定と LED、 そして各項目に整理されたアプリやゲームを閲覧することができます。せっかくなので各パフォーマンスの冷却ファンの音も調べてみました。ノーマルは無回転で、パフォーマンスではわずかに聞き取れる小さな音がしました。そしてハイパフォーマンスではキーンと高い音が鳴り、人によっては気になるレベルかもしれません。そしてここでは本体横の LED とアナログスティックの周りの LED をオンオフすることができます。まだアプリは追加されていませんが、それぞれゲーム、エンターテインメント、プロダクティビティ、システムアプリとそれぞれ振り分けることができるようです。バッグの色も白黒、切り替えられるようです。そして右下にオーディン独自の設定というものがあるので、こちらを開いてみます。ここでは LED の光らせ方やビデオ出力方式の切り替え方法、ビデオ出力時のオーディン側の画面をどうするかなどが細かく設定ができます。さらに下に下がるとコントローラーの項目もあり、 ABXY ボタンの配置やトリガーのアナログデジタルの切り替え、背面ボタンの割り振りを設定できます。ボタンの入力テストもできるようなので試してみましたが、特に問題はなさそうでした。 C ボタン、Z ボタンも表示されていますが、オーディン2には実装されていないようです。どうしても握り込んだりアナログスティックを動かそうとすると、一緒に M1 ボタン、M2 ボタンが反応してしまいます。もう少しボタンを硬くするか大きくするかが必要なのではないかと思いました。その下にはジョイスティックキャリブレーションとありますが、ここではトリガーの感度も一緒に確認することができました。トリガーボタンはロキと全く同じになるので、とても操作性がいいです。ここから下の項目はあまり使うこともなさそうなので割愛します。それでは早速ここからはゲームを起動していきますが、今までだったらまずは Android のゲームなんかを動かすのですが、正直 Android ゲームはもっと性能の低いアヤネオポケットエアーでも全く問題はないので、せっかくの最新ハイスペチップを搭載したオーディン2ということで、ユズで Nintendo Switch を動かしています。ただ結果としては非常に残念で、 2D やノベルゲームであればある程度動作はしましたが、それでもフリーズをしたりクラッシュしたりとまだ不安定なようです。そして 3D 系のゲームはほぼ全て起動時に失敗してゲームにはなりませんでした。今回起動に失敗した 3D ゲームはスマブラと地球防衛軍、そして桃鉄やポケモンです。
か？まさか、やはりどこか痛め、アジャマ？あ、はい、ま、あ、です。渡せと言っている。せめて交換条件ぐらい提示しなよ。甘く見るな。いいか、今からきっちり51秒後あんたのその腰にぶら下がってる無線。何？そこだよ。Thank you.
それでは今回の動画はここまでとなりますが、いかがでしたでしょうか。プレイステーション2や 3DS なんかは楽勝で動くはずのスペックなので、お値段以上の価値はあるかもしれませんが、しかし皆さんが気になっていたスイッチの動作は正直まだ動くとは呼べないレベルでした。上位モデルを買えばもっと動く可能性はありますが、メモリが少し増えた程度でそこまで劇的に動作が変わるとは自分は思いませんでした。ただどこまで信じていいかは分かりませんが、確かにゼルダを動かしている方もいるので、もしオーディン2でスイッチを動かしたいという方は最上位版を選ぶといいかもしれません。引き続きオーディン2ベースの動画やその他取りためている動画もありますので、近いうちにまた動画を投稿予定です。お楽しみにお待ちください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。お相手は三島スカーでした。